始まりました？始まってると思います。はい、始まりました、はい、皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。ゴーゴー岩手終わりまして、今中継先からも先ほどインスタライブやってやりましたけれども、はい、スタジオから今回はお送りするということになりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。天心木村さんです。天心木村と申します。よろしくお願いします。そして、アンダーエイジの熊谷祐介と申します。よろしくお願いします。お願いします。IAT アナウンサーの上川真美です。よろしくお願いします。もう一回、もう一回。IAT アナウンサーの上川美恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますゆうすけのゆうと、はい、上川美恵のゆうで、ダブルゆうでーす。すごいよね。本当に。ぜひ全国区になっていただきたい。違うとか、そういうのくださいよ。今、おんぶに抱っこなことをしてるんですから、僕ら。お願いしますよ。それでもいいかなって思って。それ、いや、流すのだけはやめてくださいよ。男性芸人と女性アナウンサーのそういうじゃれ合いみたいなのって、はい、なんか似てられへんなって思ってだからこそ何かさばいてくださいよ。なんか衣装から着替えて服の色もちょっと寄ってきたり。ああそう、うまいね。これでちょっとコンビらしく。そうです、まあでもお互いフリー同士やからもう付き合っちゃえばええやん。いやいや僕フリーじゃないんですよ。あそう結婚してるんで。あそう、はい、別にフリーだからっていきなり付き合っちゃえばいいじゃんみたいなのにも変ですし、ダブルユーで。ダブルユーはい、ね、今日はいろいろね、お伝えしましたね。いや、本当ですよ、うん、テーマもね、プチ自慢で、うんはい、もう、上川さんの耳が耳の穴に入り、はい、自分の力でポッて出せるっていうやつから始まり、はいはい、いろんな情報をお届けしましたけども、ね、しました、はい、あ、その私ちょっと忘れ物しちゃったんでちょっと撮っていきます。皆さんちょっと時間を忘れます。何言うことだ、もう MC の人が。石田さんはもう本当におっちょこちょいなところがありますよね。大事なもんなんですかね、そんな中断しないみたいな。いやもう蓋開けてみたらペンとかじゃあいい、ペンの蓋とかさ、時計とかかもしれない。あ、なんか今日時計がないのにこうやって本番中見てましたよね、うん、そんなかもしれない、はい。どうですか上川さん、まあ2週目スタジオ入って2週目ですけども、はい、2週目はだいぶこう楽しめるようになりました、うん、1週目はすごく緊張してたんですけど、はいはい、もうこのまま上釜、後釜、石田の後釜ちょっと放送中のやつより発展してるやん。めっちゃこう野心が見え見えのっていうことでやっていこうかなと。ゴリゴリ野心の。はい、はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーにやしまがいさん、ハッピーバースデートゥーユー。先週6月5日が熊谷くん誕生日やったところですけども、はい、マイクの上にもろかぶせてびっくりしてるよ、マイクも。俺初めてだ、ケーキかぶせられたの。見えねえのかな、はい、その横でよ、はい、横で。一回でも皆さんにケーキ。あ、そう、見せてきてほしい。ケーキ、はい。こちら、熊谷さんへの。これ、石田アナが直接選んでくれた、名前なんて言うんでしたっけ、はい、ラブリーラパン。ラブリーラパン。はい、ラブリーラパンというケーキです。何歳になった？39歳になりました。39歳の男が食うケーキじゃない。超ラブリーな。はい、この相談を受けたんです。これにしようと思うんですけど、はい、って言って、はい、これ石田さんマジですかって言ったもんね。相手は39のおじさんですよって。でもなんかお子さんもおられるし、はい、絶対喜ばれるということで、これにしようという。はい、先週ちゃんとちょっと反省点がありまして、先週先週ちょっと聞いてください。皆さんすみません、先週のお話をさせていただくと、はい、まあ、6月5日、はい、当日が土曜日ということで、はい、もちろんね、お祝いはする気持ちはあったんですけれども、ちょっとそのなんて言うんでしょう、手違いというかね、手違い、うん、手違いとかも忘れていたとかも。忘れていたってはっきり言いましたね。今はっきり言いましたよね。はい、でちょっとね、ケーキが用意できなくて、はい、しかも私たち何が悪いってその後みんなで別室でヨガをやって、木村熊谷さんが広野町から中継で戻ってきて、はい、でよくよく考えると熊谷さん多分こう会社に帰ってきた後にみんなどこですかって多分聞いたと思うんですよ。でみんな多分シャコ島でヨガやってるよって、その 別棟でヨガやってるよって聞いて、はい、きっ
もしかしたら期待してそのなんかね、あ入るやいないおめでとうみたいな私思ってたんじゃないかなって話を木村さんとしたんですよ、はい、で2人で結構反省しましたよ、ね、反省したんですよ。反省はしながら石田さんがそんな話しながらめちゃめちゃ笑ってたんですよ絶対熊谷さんドッキリみたいなサプライズみたいなあるんだと思って入ってきたと思うんです。じゃあ私たちヨガしてたんですよ。ただずっとヨガやってたなんやったらちょっと入んない今ヨガやってるからみたいな。あ、そうでした、そうでした。そなんか俺背中寂しそうやなと思ってたで石田さんその話聞いてそうかとサプライズ期待してその別棟に入ってきたらいやいやいやまさかのみんな真剣にヨガしてて自分入ってくんなみたいな言われたんやまあまあだからどうでしたか。だからもう2週間前ほんとちょうど2週間前が木村さんの誕生日で土曜日のオンエアの日、はい、もうあんな岩手さんケーキでもうサプライズ、いや僕は言ったら木村さん後輩ですし僕はねそんなに祝われるとそのメインでもないですしって思うんですけど人ですから人って期待しちゃうんですよ人だからね階段上がるときちょっとワクワクしてる自分でもびっくりしました。で中入ったらどうでした。ヨガしてました真面目に真面目にヨガでも真面目にヨガはもうこれミニコントみたいな感じでなんかサササッって一回いなくなってなんかバーみたいなあるのかなとか思ったらおお前もやりやって言われてあ背中寂しそうでした寂しそうでました、うん、あれはやっぱ出ちゃったんでしょうね。それをだから姫神さん俺2人3人もう1人登ったんやけどその時にすごいね反省しそうなんですよ、まあ、2人でめっちゃ反省した、はい、めっちゃ笑いながら反省したんですよ。反省してないですよめっちゃ笑われたね。いやなんか馬鹿にしてますよ笑われたね。多分私も今年一笑いました。いやだから笑っちゃダメなんですって。なんかもう考えれば考えるほど絶対熊谷さんやっぱ期待して入ってきただろうなと思ってなんか切なくなったな。いやそうそうでちゃんとやろうかいう話で今週のインスタライブで用意してもらおうと。はい、ケーキを本当に、はい、わ、それは嬉しいです。ぜひ、はい、あれ、ろうそく吹き消してください。ろうそくがないんです、見当たらないんです。結構可愛いろうそくが、ね、いっぱい刺さってる。耳を、耳吹き飛ばして耳吹き飛ばして、そんな残酷なことできないですそんな、いいじゃないですか、そのままで僕今、断食明けで、はい、一番食べたいもん、ケーキなんです。甘いもんなんですか。甘いもんなんで、ね、実はとんかつとかハンバーグとかじゃなくて、ケーキ食いたい、ね、めっちゃ食いたいわ。手で掴んで食ったのかね。やめてください。ちょっと熊谷さんのねケーキですか、ね。いやほんま帰ってご家族で食べて。いいですか。ぜひぜひ。これもブルドネイジさん。あこちらはあのタルトタタンさんの。タルトタタンさん。美味しい。ラブリーラパンティ。うちの相方の家の近くでございます。あ、はい、本当ですか。もうせっかくやったらもう雪なタモンの家の住所言うといて。どの辺ですみたいな。だってタルトタタンさんって言ったらあの辺やってなるやん。はい。と僕住所は知らないです。あ分かんないです。アドレスまでは。そう携帯には入ってると思うんです。行ったことないんですか。あるんですけど住所ってなんか友達の住所パンって出てこなくないですか。まあそうね暗記してたらちょっと犯罪性が。お前ら相方の住所知らんわ暗記はないです道は説明できる。道は説明できますで建物のアパート名までは知ってます。あ住所のそのあざ名の次の数字が分かんないです。そうかそうか。そういえばあのタモンさんからはあったんですかプレゼント。いやそれがないんです相方だけは。俺の誕生日の時も熊谷くんは一周遅れで特製の栄養ドリンクくれたの。手込んでたありがとう言うて。タモン未だにないわどうしようかあいつの家行くいやいやプレゼントは催促するもんじゃないですから。まあまあね、はい、もらったことはあるんですか。15年コンビ組んで1回だけもらいました。あのコンビ結成10年目くらいの節目の時に相方のヌード写真集をもらいました。お手製のお手製お手製自分でプリントアウトした完全なるヌード体のヌード写真集、こうやってるやつヌードでヌーディティヌーディティは菅野美穂。ああそうです正解ですすごい菅野美穂でもサンタフェでもなかった。あサンタフェ、宮沢りえ宮沢りえこれおじさんたちだけでごめんなさい、お名前もわかるんですけど、はい、はい、そんなところでした。はい、じゃあどうしますこれ。おめでとうございます。ありがとうございます。美味しいやつ。熊谷さんとケーキのツーショット皆さんにそのお披露目していただいて、はい、滑りやすいので気をつけてください。落とさないように。落とさないように。ダメじゃん。じゃあ普通に見せますよ。やっぱ危ないから。このケーキをいただきました。可愛らしい。よったんコメントが見えるんですね。ヌード写真見たいってめっちゃ書いてますけど。ダメですダメです。
すごい。もう落とさないでよ。ていうか、はまんないでよ、水に。水がないんです。火に飛び込まないでよ。水が見当たらないんですよ。素敵な可愛いケーキいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。よかったです、本当に。サプライズ。いや、もう、今だから、ね、忘れ物しましたみたいな。上手。あ、本当ですか。よかった。上手ですか。いや、どうだったね。確かにそう、キャラクターをうまく生かして、石田さんはそういうのあるかな、みたいな。本当に忘れたんだ、と思って。俺はもちろん分かってはいるけど、うん、打ち合わせしてたんですか。いや、打ち合わせ、まあその細かいのはないけど、このインスタライブで出しますっていう話だけはあったんで、うん、ラブリーラパンダっていう、それだけはみんなで意思、ね、意思を統一してこちらになりました。ありがとうございました。はい、いただきます。じゃあ39歳の抱負を、はい、詩吟でお願いします。いいですか、先輩の。いいですよ、先輩の。はい、せっかくなんで。語呂が難しいですね。あ、うん、ちょっと字余りでもいけるんですか。全然いけますよ、何でも形は。はい、お願いします。はい、吟じます。お、39歳になって、ちょっと待って、声細いな。吟じますと、すごい出てきたのに。むずいっすね、詩吟ってね。別人かと思った。やっぱ師範代と初級ではやっぱりもっとあるでしょ。39歳になって、3と9を一つずつ読んで、皆さんサンキュー。あると思います。素晴らしい。すごいね。いいですね、ね、うん、年齢といろんなものを掛け合わせて。ちょっとその分析やめていただきたいと思いますけど。冷静な分析を。いや、あの石田さんやっぱサプライズお祝いしたいのね、いろんな人の。好きなんです、お祝いが好きで、うん、お互いに親ガマさんでやり合ったりもするんです、お互いにやり合う。ガマヤの誕生日いつなんですか。ガマヤ、あ、僕親ガマさんのことガマヤって言ってますけど、はい、オンリーで僕だけ。私は10月です。10月、はい、うん、10月何日とかは言わないタイプ。それはあのウィキペディアとか見てもらえば。ちょっと手間かけさせる。なんでなんでなんで。10月12日だよ、ね、お、すごい覚えてる。15。えぇ、ー、ごめんなさい、ごめんなさい、大学時代の親友が12日でした。いやいや、しゃあしゃあしゃあ。でももちろん覚えてるから。ガマヤンは3月18。あ、すごい、合ってます。あれ、それが普通やね。お互い言い合うって言うてんねんから。まあそうだね。次はだから、8月10日、ゆうきたもん。おー、覚えてますね。たもんさん、でもそう、ね、皆さんからするとね、ね、やってはもらってないけど、まあ、あ、やってもらってない。まあでも、それ、見返りは求めちゃいない。厳しいね。厳しいよね。なんか、ちゃんとしてるよね、その辺。石田ルール、これ石田ルール。ギブアンドテイクは絶対にって、うん、俺はもう無償の愛やと思ってるからさ。いやいや、ギブの精神でやっていきましょう。タモさんの誕生日いつかなって調べたら、8月20日は金曜日だったんですよ。8月10日、あ、10日、金曜日でした、うん、金曜日でした、うん、そうやねんな、なので前日やねんな。土曜だからその時は合法岩手を前の日の夜からずっとやる。編成上大変やね。いいですね、その線で。ヤソキチって 8月10日、ヤソキチって俺今呼んでるのはそっから来てるんです。そうなんですか。80で基地がありますようにっていう。すごい。ヤソキチと熊基地って呼ばれる。熊基地の意味はちょっと分かんないんですけど、ちょっといろいろまあ分からないんですけど。そうなんですか、うん、すごい。今結構ごぼう岩手初めて一番感動したかも。ここで今まで何やったなんか願いが込められてると思う。あ、そうな、2人の、はい、今まで何やったの。うん、じゃあちょっとそれもまた楽しみに。そうね、はい、そしてゴーゴーやって、来週のメッセージテーマは、はい、私のお父さんですかね。父の日、私のお父さんやったっけ。父の日特集、私のお父さん、ママヤのお父
我が家のお父さんで募集しますので、うん、皆さんぜひそちらのメッセージもお寄せください。はい、お願いします。はい、今週はこんなところでよろしいでしょうか。はい、皆さんありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。焦点の締めみたいね。今週はこんなところでまたがよろしいようでみたいな。狙ってる。あんまりアナウンサーの締めとして司会業を一番参考にしてました。そうですね、締め方が悪い。じゃあ55岩手コールで終わりましょう。あ、好きよね、55岩手コールで終わるの好きよね。はい、いきますね。はい、土曜の朝はゴーゴーやって。ありがとうございます。